こんにちは、宮沢優です。学級満足度毎年9割超えの学級経営術を1日1本 YouTube で配信しております。今日のテーマは担任の言いなりにならないクラスの作り方、かっこ筑波大学附属小学校の先生から学ぶ、こんなねテーマでやっていきたいと思います。先日もですね、三好先生のねおすすめ本を皆さんに紹介させていただいたんですけれども、今日も おすすめ本の紹介、珍しくね連投でやっていきたいと思いますけれども、もう早速紹介していきたいと思います。じゃん、こちら、子供が考え議論したくなる学級作り、筑波大学附属小学校加藤先生が出版された本です。2019年の出版なんですけれども、皆さんこの本ご存知ですか？お手に取って読んでいただいたこともある方もおられるかもしれないし、この本じゃないけれども道徳の授業の学習として、教材研究としてこの加藤先生がお書きになった本を読んだことある人もいるかもしれません。加藤先生は筑波大学附属小学校で働いている、もうこの日本の全国の公教育を牽引するようなね、もう先生だと思いますけれども、この先生の書いたこの本がもう素晴らしすぎる、本当に皆さんにちょっと紹介させていただきたいところがあるので、今日はこのテーマ、なんだっけ担任の言いなりにならないクラスの作り方、こんなテーマでやっていきたいと思います。この本の素晴らしさ、ここに書いてある内容の素晴らしさをちょっと僕がね、僕の言葉でね多分伝えても、ね、伝わらないと思う、下手くそすぎて伝わらないと思うんで、この本に書かれていることを僕はもう本当はね最初から最後まで全部朗読したい、全て数時間かけて朗読したいんだけれども、そうするとまずいんですよね。著作権に引っかかってくるんですよね。なので僕がちょっともう全部朗読することは無理なので、皆さんにぜひ読んでいただきたいんだけれども、とはいえ内容もね知りたいと思いますので、この中の一部だけ、第一章の一番最初のページの部分だけ少しだけ僕引用という形で皆さんに紹介させていただきたいなというふうに思っております。タイトルズバリね、第一章、子供に任せて主体的なクラスを作る、こんなテーマの第一章でございます。でトップバッターにある込み出しがこんなこと書いてあります。たった3分で終わった道徳授業、これで授業終わり。道徳の授業は皆さんたった3分で終わったことありますか？なかなかねないと思いますね。3分で授業終わっていいのなんてね、そんなふうに思うことあるかもしれませんけれども、加藤先生は道徳の学習がたった3分で終わったことをまず一番最初に書かれているんですね。その時の授業の様子がありありとよくわかるので少し紹介させてください。読みたいと思います。担任している3年生の道徳授業、おもむろに黒板に命と書き、このように子どもたちに投げかけました。ここに何かを付け足してくれるかな。一瞬の間の後、子供たちが次々に発言し始めます。大切に生きる命、命は大切、命は一つ、命の意は生きるの意、生まれるの意だから、命の大切さは生まれたらわかる。私はただただ感心して、あはなるほどなどと言いながら板書していくだけでした。子供たちの発言は続きます。まるまるちゃんの言ったことに付け足しなんだけど、意は生きるでしょ、脳はちょっとわからないんだけど、知は力の知、脳は伸びるだよ。ここからはあちこちから声が上がり、指名する暇もないほどでした。知は知、知の知ですね、脳は乗り越える、わかった、命は生き延びる力だ。ここで思わず私はこう叫んでしまったのです。すごい、よく考えた、これで授業終わり。子供たち、ここまで授業開始からわずか2分30秒、まだまだ続くんですけどね、ひとまずここだけね読ませていただきました。もう言葉にならないというか、僕は何と言ったらいいのかわからないというか、何も言う必要もないですね。もうこの文章が全てと言いますかね。あえて言うのであるとすれば、道徳の学習を通して子どもたちに伝えたい価値観があるわけですよね。ところが子どもたちの力だけで、しかも冒頭3分間でこの担任の先生加藤先生が子どもたちに学んでほしい、伝えたい、価値観、力がですね、すでに子どもたちの中から芽生え、そしてそれを発露する、そして共有する土壌が整っていた、それが実現できていた。なのでこのあと40分間も授業する必要がないじゃないか、では
今日の授業これで終わりますって言って授業も終わっちゃったっていうことですけれどもね、まあ、これだけだと あまりにもねちょっと説明不足なので、この先生加藤先生はずっとこの後からこの考え議論したくなる学級作り、じゃあ一体どうやって作っていくんだっていうのが、計160ページほどかけてね、ご説明いただいています。めちゃめちゃいい本でございます。ぜひぜひ手に取っていただきたいなっていうふうに思います。そうは言ってもこの動画がこれで終わってしまっては少し寂しい気がするので、このタイトル、この本の内容に関わって宮沢がちょっと思うこと考えることがありますから、少しだけ最後紹介させてください。この深く考えね、議論したくなる学級作りっていうのはですね、僕自身実際目指していたところでした。で、実際にこういう学級が実現でき始めたのが採用6年目でしたね。今でも覚えてます。6年間もかかってるんですね。もっと早くね実現してるセンスバリバリの先生もおられるかもしれませんけど、僕はダメでした。6年間もかかってしまいました。で、こういった学級が実現されていくのに、再現されていくのに必要なものはやっぱり担任と子どもとの信頼関係なんですよね。で、信頼関係が前提でこういった学習集団ができていく。学習集団が作られるとどうなっていくかというと、子ども同士のまあ忖度のない意見の応酬がすごく、どの授業、国語でも算数でも理科でも社会でも、言ったら朝の会でも帰りの会でも行われるようになっていきます。非常に健全な、ね、風通しのいい学級になっていくんですけれども、その後どうなるかっていうと、担任と子どもたちの信頼関係ができていますから、何が起きてくるかっていうと、子どもからの担任への突き上げが凄まじくなってくるんですね。要するに忖度なく担任の先生に意見の主張をしてくれるようになるわけですね。だから担任の先生があえて不備ある説明、不備ある意見などを主張して子どもたちにグッとこう大人に対しても忖度なくどんどん意見の主張をしていきましょうっていうのを意図的に育てたり、意図的にそういうの教材研究で、まあ、授業の計画の中で練ることができたりするわけですね。で、ガン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 伸びていくわけです。その一つの姿として現れたのが採用6年目だったんですね。今でも覚えてるんだけども、小学6年生卒業式の練習を学年全体でしていた時のことでした。僕が担任していた学級のある少女がですね、学年主任が卒業式の卒業証書のもらい方をレクチャーしてる時に、はいって手を挙げたんですね。少女が、一人の少女がですね。で、その少女は指名を受けて、どうしましたっていうふうに、ね、主任から言われてですね。で、その少女がこう言ったわけです。先生、卒業証書の受け渡しはもっとこれこれこういうふうにして、こういうふうにして動くと効率的でスムーズに動いていくので、こういうふうに動きを変えたらどうですかって提案をするわけですよ。で、周り あの担任していた子どもたちも、ああうんみたいなね、納得している人もいれば、どういう意味だろうってちょっと意味がよくわからないっていう人もいれば、びっくりしてる人もいれば、まあ、僕はびっくりしてる、ちょっとそわそわしてる感じ、大丈夫かなみたいなね、ちょっと心配してましたけれども、結局それはまあボツになってしまって、まあ前年度からずっとそういう動きでやっていますから、今年度もこういう動きでやっていきますっていう形でね、まあボツにはなってしまったんだけれども、これ一つね、子どもたちが自らの思いや考えを友達同士だけではなく、担任、はたまた別の学級の担任、教師などにも忖度なく自分の思いや考えを伝えることができる、生産的なね、生産性のある意見として提案することができる、その力がついてきたなっていうのを垣間見える瞬間でした。まあちょっと余談になっちゃうけど、その子供はまあ落ち込んじゃってね、シュンと。やっぱそうですね、意見の否定じゃなくて人格の否定っていうふうに自分として受け取っちゃったのかな。 でもクラスに帰った後に周りの子どもたちが、すごいかっこよかったよとかね、頑張ったよねとかっていう形で自然にこう励まし合うような姿を見ることができて、あ、なんか学級としていい形で育ってきたななんていうのをね、見ていた記憶が今ね、ふっとこう蘇ってきましたけど、まあまあまあそんな感じでね、結局何が言いたいかっていうと、子どもが考え議論したくなる学級作りが進んでいくと、子ども同士だけの学級集団じゃなく、学習集団じゃなくって、大人に対してもきちんと、僕はこう思うんです、私はこう考えるんですっていうのを、暴言とか暴力とかそういう形じゃなくて、意見の主張として対等に、意見の交流ができるようになっていくんですよね。そして、先ほど僕がご紹介させていただいた次のページに同じこと、似たようなことが書いてあるので、最後にそこだけ紹介して終わりたいと思います。
そんな個人が集まったクラスは一人ではたどり着けない高みを仲間と目指す学習集団になっていくのです。一人一人の個性が輝き主体的に取り組む集団、誤解を恐れずに言うと担任の言いなりにならないクラスを目指しています。そのために子どもたちと授業でも学級活動でも真剣勝負をしています。授業開始2分30秒後、あろうことか想定以上の結論を言い当てた子どもたちに関心のあまり口にしてしまった授業終わりの一言、実は子ども主体の授業はここから始まるのです、という、まあ、文章もその後にありました。でここからいよいよね、第一章が本格的にわーっと始まっていく。もう冒頭だけでこういう感じなんですね。やばくないですか。ぜひぜひね、ちょっと皆さんにお手に取っていただいて読んでいただきたいなっていう、まあ、僕のお気に入りというか本当に大事に本棚にしまってある、本書籍でございます。ご購入はですね、この動画の概要欄に、リンク貼っておきますので、ぜひぜひこの夏休みとかにね、読んでいただけたら嬉しいなっていうふうに思いますし、この加藤先生、道徳教材をね、あの教材の作り方とか授業の仕方の本もたくさんたくさん、ね、出版されていますので、今道徳の授業の授業作りにちょっと困ってるよなんていう方がおられたらですね、ぜひぜひ手に取ってみてください。はい、今日はですね、担任の言いなりにならないクラスの作り方ということで、まあ、作り方っていうタイトルで別にあのハウツーを僕が紹介したわけではありませんけれども、そんな、タイトルのような内容がですね、この本に書かれていますので、ぜひぜひ皆さんお手に取ってみてください。そんな動画でございました。今日の動画のようにですね、また宮沢のおすすめ本なんかあったらぜひちょっと紹介してほしいよなんて方がおられたら、ぜひいいねとかコメントいただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。また明日動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。